はい、というわけで、向こうず女子野球部狩りということで、ちょっとね、だいぶノックやって、はい、トスやって、上から打って、もしかしたら仕上がってるかもしれないから、はい、でこれちょっとやっぱ受け打たれるわけにはいかないから、そうそう、ノーヒットノーラン目指す、はい、俺キャッチャーやるから、はい、どうする、全球ストレート勝負、変化球使う、ごっちりは使う、いや、もう、折り曲げ、折り曲げで、あ、オッケーオッケー、じゃあなんか、ここもとかね、全球ストレートとか、そうですね。うんでこっちには変化球使うとか、はい、そういう感じでうまくいきましょう、はい、よろしくお願いします、打撃陣集合でよし、あ、じゃみんな入っとしよう、うん、はい、というわけで最後の練習なんですけども、萌えちゃんが投げてくれるということで、ありがとうございます。これ以上ない練習になるんじゃないですかね、経験できるという、でしっかりストレートと変化球投げるらしいから、今までこの2時間ぐらい練習してきたのを、全力全部出すつもりで、はい、しっかりフルスイングで当てにいかず、しっかり打ち砕く感じで、はい、よろしくお願いします。キャッチャーは向こうが入ります。ね、全力で打ち取るんで、え、しっかりなんてサイン出して、そうやばい、しっかりホームラン狙いで OK、 苦手なコースとか覚えられてるかもしれない俺が一番人のことしてるから OK、 じゃあよろしくお願いします。じゃあ打順決めてもらって、キャプテン打順どうすんの、打順が2番がいい人、え、挙手制、え、それ自主制あり、2番いきます。2番、ショコちゃん、ここ来て、他は全部この通りで、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、なるほどね、1、2、3、4、5、6ね、でちゃんと情報を伝えるように、ガチガチしっかり煽ってね、ちゃんと萌えちゃん煽ってね、注目バッターは前回やっぱ2安打くらって桜岡じゃない、あ、オッケー、ライバルな、ライバルになったな、はい、じゃあラストバッターやけ桜岡、あ、本当ですか、最後しっかり押さえよう、頭、頭肩温めていきますオッケー、頑張ってください、プレイボール、頑張れ、ボール、萌えちゃん逆応援しちゃった、こっち何あれ、さこっち最後何あれ、チェンジカーブ、チェンジ、チェンジあるよ、チェンジあるよ、手出なかったね、まあ、ワンワンですね、ゆりちゃん頑張れ、
方ジュリちゃん。いや消えた。いいね消えた。マジで分かんなかったです。ツーボールツーストライクです。チェンジいいっす。決まるとめっちゃいいっすよ。天敵抑えたね。天敵抑えたね。さすがだね。嬉しい。えぐいよ今のは。そういやあれ地形でしたらだから普通こう行くんだけど、うん、そのキャッチャー俺こっちで行くわそれいいの。いやこっちの方がいい。あそうなんや。え、萌ちゃんどうする。ちょっと悔しくてもう一回勝負したい人は やってもいいですよかかってこいってよ。一回立ってもらって。えぐい。左バッターきついな。ここがどうしても打たない。よくカットした。悔しくてもう一回勝負したい人は やってもいいですよ。練習の成果が出ます。いやいいね、いいね。え、桜子だ、これあのトスの成果、桜子の鬼のトスの成果ね。ショートゴロかサードゴロ。ナイスボール。
羨ましいぞ。ヘルメットが、ヘルメット一番下のに豚岡や160センチだよ。おい惜しい。はい、いいよ、振ってましたね。ナイスボー。ラストで、ボールっぽいじゃないですか。可能性感じるよね。みんな打つやん。当てるし。こっち、こっちこっちやろ。どうした？結果は？12打数。な、2な、12な2。12打数2安打やから。感じるわ。これだけ触れるっていうのは、しかも萌えちゃんとね、みんなで盛り上がってください。どうですか、ちょっと今日楽しかったよね。楽しかったです。どうでしたか、今日練習してみる。確かに確かに、なんかね、これから今後また月、1か2ぐらいで活動できたり、またメイク含めて、またいろんな練習、あとはグラウンド使った練習もね、やっていきたいと思いますので、この時はまた、ポイチョについてノックやります。思いっきりノックに入れたりとか、そういう感じで、まあ、いろいろ、ね、練習ができますので、今後とも向こうず女子野球部の、ね、応援していただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画以上となります。じゃあ皆さん、どうでしたか。誰か代表してキャプテン。はい、私か、今日はですね、私は非常に嬉しかったんですが、うん、なんかこう、その向こうずから、私も途中から参加なんですけど、こんなに野球女子が増えて、みんなで練習できたことがすごい嬉しかったので、ちょっとみんなで頑張って全国制覇になっちゃおうかなと思います。あります、あります。え、目標な、それ出るの？出たいですよ、王座決定戦出て優勝。うわー、もしかしたらこの9月末とか10月の頭に、あの向こうの平日野球チーム、あの、うん、配信者チームとちょっと対決したい。あー、面白いね。まあ、おばさんもいるんだけど、あの未経験のカップラーメンとかいるから、なんかどんだけ戦えるかっていうのもね、一回やりたいと思います。まあ、土曜日に組もうかなと思ってるから、まあ、それをちょっとステップにして、そこからまた大会目指す、なんかそういう感じでいったらと思います。こんなに感謝します。なんで、もうこんな環境のいいところで、あのできる野球ができるので、たくさんの女子がもっと集まっていただければなと思ってます。終わりです。